いただきます。乾杯。乾杯。ふう、美味しい。ここも美味しい。美味しい。どれ？え？風呂が沸いたよ。終了。か。寝かせる前、寝かした後。ああ、そういうことなの。うん。あ、そういうことなの。え、ウイスキーを寝かせるとこち、ん違う。うん。寝るとウイスキーになるってこと。寝、ね、ウイスキーじゃない。ごめんなさい。コニャックになるってことですか。コニャックや、ブランデー。それでもこれもブランデーって書いてある。コニャックって書いて、ブランデーって書いてある。違った、コニャックやない。コグニャック、なにこれ。コグニャック、コニャックです。コニャック、もうコニャックでしょ。ブランデー、あ、これは寝るとブランデーになるってことですね、うん、早く寝てください。寝る前のブランデーじゃない、多分。寝る前のブランデー、絶対寝る前のブランデーってなんか意味違うよね。乾杯。2回目うん、デジャブ。うん、甘納豆、これ豆、何これ、豆、甘納豆だよ、甘納豆だよ、やっぱ、うん、
うーん、甘納豆と柚子。じゃこれしかないの？あ、まだある。まだ、いや、クリスマスまで持たないじゃんと思ってこれしかなかった。うん、ローレンは真ん中で切ってくっつけるから、うん、もう片方があるの。うん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 、くっつけて保管するから、うーん、乾かないように、ね。うん、ドーレンもいいですね。ドーレンにピスコポルタン、ヘネシー。ヘネシーっていう声怖いね。え、美味しい。なかなか手に入んないんだよこれ。知ってるんですけど、これなかなか手に入らないってなって、だから期待値爆上がりで飲んだんだけど、うん、あみたいな感じなっちゃって、悪者が多分ね、良くないんじゃない？うん、いや、もうちょっとなんか、なんだろうな、独特な風味がするんだよねこのお酒。何の風味なの？何の風味なの？ピスコポルトンの風味です。しかもアチョラード、アチョラードっていうのかな。なんか数種類のブドウをミックスしているんだよ。何なんだろう、なんかの風味がして、なんかちょっと草っぽい感じの味というか風味なの。違うな、なんかこういうジンとかない、こういう感じの。今ね、美味しい。今美味しい、何言ってんの。さっき飲んだ時はなんかちょっとトゲがある感じで、多分氷がちょっと溶けてまろやかになったから飲みやすいんだけど、最初はちょっと癖があって、で、私はそんなに好きじゃなくて、ヘネシーも好き。ちなみにヘネシーは氷が溶けてまろやかになってもとても美味しい。無敵なんですよ、ヘネシー。無敵って。無敵だよ。減りすぎでしょ、これ。え、もうないよ、これ。うん、買ってきて。あと、やりたいことがあって、これを録音しましたよ、今。買ってきて、ヘネシー買ってきて録音しました。なんで？買ってきてほしいものリスト、もう一つはトニックウォーター。このピスコをトニックウォーターで割ったら美味しいんじゃないかなって今思ってて、ぜひ買ってきてください。どう？いいと思うんだけどな。ヘネシーの VSOP と、うん、え、トニックウォーターってことね。ん？ヘネシー買ってきてやめた方が良かったの。おいくらなの、ヘネシーって。え、これちなみにいくらだった？こちらは1000円ですね。あ、うん、確かに。なるほど、いいんじゃない。コスパ的にはこれなら OK。 これね、これで、これ買ってきてよ。これもうウイスキーを入れる場所がないから、こちらのなら OK だよ。なのに、そう、毎日売ってるのになんでこれ買っちゃったのかな。ん、だいぶ大きいよこれ。見てこのボトル。うん、大きい。いいでしょこれ。まあ、かっこいいよね。ここどうなってんの。こういう柄なの。まあ、おしゃれよね。うん、いや、もうね、置く場所ないから。ヘネシーが終わったら同じヘネシーを補充してください。録音されてるから。ヘネシー買ってきて、ヘネシー買ってきて、これだ、これこれだ、これ、このサイズのこれ、うん、ヘネシーね。うん、ヘネシー、ヘマヤに行ってこようかな。好きすぎでしょ。あそこ行き過ぎだよ。マヤにヘネシーあるかな。あんのかな。ありそうじゃない、あんなにお酒あった。え、トニックウォーターも OK。 あと韓国の辛い麺も買ってきて、あのチーズカルボ麺。そんなに辛いやつじゃないやつがいいの。うん、韓国の辛いやつね。韓国のそんなに辛くないカルボ麺を買ってきて、うん、ブルダックなんとか、ブラックポックンミョンみたいなやつでしょ。そうの一番辛くないやつを、ブラックポックンミョンの辛いやつと、ヘネシー許さないからね。違うもかったら、あとほらトニックウォーターと、うん、ジンジャーエールね。うん、オッケーオッケー。楽しいクリスマスを過ごせるんでしょうか。それは過ごせるでしょう。だってヘネシーがあるんだ。確かにヘネシーがいればな。ヘネシーの VSOP と美味しいよね。絶対高いやつも買おうとしてるでしょう。お風呂に入って寝ますかね。いい気分で寝れそう今。めちゃくちゃ。これ飲んでるからでしょ。これ。そう。こんなになくなっちゃって。一人で飲んだみたいな。ごちそうさまでした。